はい、松岡さんは制作陣から「2」をやりたいというお話を聞いた時はどのようなことを感じられましたか正直しんどいなと思いましたねやっぱパート1の時にやはりかなりボロボロにしてもらったものですからあのパターンのものをまたやるのかっていうことですよねまあ嬉しい、まあ、皆様に認めていてもらって嬉しいなっていう半分とできるかなという不安が。 ありましたね。それを率直にあの言いました。そしたまあ内方監督の方からまあ大丈夫だろうとやろうと言っていただいたんで、じゃあよろしくお願いします。ってことではい、お任せしました。はい、ありがとうございます。さらに重厚なシーンも多いシーズン2ですけれども、今回は全8話とパワーアップした内容です。実際に撮影を終えてみて、松岡さんいかがでしたか？やはり大変でしたね。<laughs> えー、今までも打ち上げというかねあのクランクアップの日にも言いましたんですけど皆さんスタッフの皆さんにお伝えしたんですけどやはり自分が今まで経験してきた中で1番か2番に大変な作品ですじゃあ1番もう1個は何だって言ったらパート1です <laughs> 皆さんにとってまだ明かしたことのない過去を一つ教えていただきたいと思いますでは松岡さんいかがでしょうか <laughs> ええ、暑かったんで坊主にしたんで、ええ、みんなにな「何してんの?」って言われて「あカシャカシャ来るな」<laughs> カメラ急にみんなカシャカシャカシャまあ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 それぐらいですかねあ隠すっつったら別に隠してるわけじゃないんですか秘密を教えていただきましたがでは続いて中村さんいかがでしょうかえー、言えないことはたくさんあるんですけど言えることでいうとえっ、ー、と 内方監督と USJ に行ったことがありますマジっすかはいえぇそんな、そんな楽しい感じっすかそうなんですよどのタイミングでええぇー9年前かなはいはいああとあの20年前に長女が泉理香さんと写真を撮っていただきましたはい。ー20年前はいそうなんです 私前作で中村徹さんにお会いするシーンがなかったんですけど今回ようやく中村さんにお会いできてそのお話ができた時がすごく嬉しかったです皆さんがもし誰でも合格できるとなった場合誰を合格しますかという質問ですがでは松岡さんはいかがですかいや誰なんでしょうあの今の池徹さんの話を伺っててら やっぱメンバーですかね、うん、メンバーの父親の姿というのは自分はまだ見たことがないので、ええ、会ったことがまだないのでどういうお父さんっぷりを城島さんと国分さんはしてるんだろうっていうど,どうも城島さんがメロメロらしいんですよ <laughs> その姿は見てみたいですね多分あの人は俺に子供を会わせたくないと思いますけどもありがとうございます。 さあ中村さんはいかがでしょうか僕ちなみに娘の降格したことある <laughs> 先輩そうですか,ですか小学校1年の時どうすればいいんですかね <laughs> まず駅で改札をくぐったのを確認して乗り換えの駅に車でバー行いって、えー、その駅,駅でバスに乗ったのを確認してあバスに乗ったのは確認できなかった、はい、バスに並走して確認しよう確認しようとしたら <laughs> ええ娘にバレたうわ恥ずかしい もうういたよねって帰ってきて言われて怒られ,怒られそういやいやもう,もう菅田だったら大変なこ <laughs> 圧力をかけられただろうなと思いますけど <laughs> 広角下手だったんですね下手ですよね車で並走ってね <laughs> 昔からちょっと危ないでから <laughs> <laughs> うまいとんでもなくうまい <laughs>